はいどうも、こんにちは、これです。妖怪釣りやっていきたいと思います。今回ですけども、妖怪ヒーローの一人、俺の大好きなバニーミントの仲間になるクエストをいきたいと思います。屋上にいるんですよね、スーパーマーケットの。ああ、かわいいな、バニーミント。あら、久しぶりね。元気にしてたかしら。ああ、本当どうしたの？今変な妖怪がいたりしなくて、パトロールしてたのよ。普段からパトロールしておくと悪事を防げることもあるからね。まあ、基本的に妖怪ヒーローは屋上にいるんですよね。ウィスー。それ。少しお話していかない？来た！彼女が語る本音の話を心よくまで聞いていこう。いいですね。バニーミント欲しい。そういえばミントはどうして妖怪ヒーローになったの？知りたいの？いいわ、教えてあげる。でもちょっと長くなるから一旦休憩しましょう。また声をかけてね。キュートヒーロー、バニーミント発生。あー、いいですね。もう一回話しかけろと。ててててててん。何？妖怪ヒーローになった理由だったわね。バニー？私はね、昔アイドル妖怪だったのよ。もう今でもアイドルみたいなもんやで。そう、妖怪アイドルでとっても人気だったんだから。でもある時熱烈なファンに誘拐されそうになっちゃってね。その時にリーダー、スカイシャリーマンに助けてもらったの。さっそうと駆けつけて一撃で敵を倒してくれてね。怪我がないかってとってもクールだったわ。それであの人の役に立ちたくて妖怪ヒーローになったってわけ。もう惚れとんやな。スカイシャリーマンさんは憧れなんでビスね。でもリーダーって女心が分かってないから。助けた後の女の子へのフォローとか聞き張りはちょっと足りてないのよ。そういうところは私がフォローしてあげてるのよ。真面目そうだもんね。そうなのね。正義感も強い力もあるんだけど。力といえばあなたと何度か一緒に戦ったよね。あなたにとってどんなものなのかって。おお、早速バトルかこれ。おバトルだけ。おお、準備できて呼んでね。私待ってるから。うわ、これめっちゃ簡単なミッションやな。よっしゃ、行ったろで。まあ、これも1日1回ですね、多分。準備はいいかしら。ああ、もうセーブしてるから、もう。こいつ好物なんやろ。まあ、寿司かでもどう考えてもな。前寿司好きって言ったからな、こいつ。よっしゃー、手に入れるでー。バニーミント。バニーミントでも何タイプなの？プリッチーかな、やっぱ。プリッチーっぽい感じはしとるけどな。うわ、かわいい。さて、じゃあ、スイーツ。はあ。お前スイーツかよ、スイーツ女子かよ。お前寿司好きでよったやんけ、お前。スイーツとかないやろ。スイーツどれよ。あ、これかロイヤルパンケーキか。もうこれやわな。いったれ。まあ、寿司ない、寿司というか、スイーツがない中での戦いになってきますね、これは。オッケーオッケー、美味しいわ。美味しいござんすよ。行こう。弱いんか、強いんか。あ、なかなかやな。あ、くん弱いね。取るや。行ったら行ったらいい。ええー、2回ほど。何さっきの、何なの先の行動回数。早いな、こいつ行動回数が。異常にな。バニー、なかなかやるじゃないか。オッケー、プラチナ、やばい、HP やばい。プラチナアイテム。もう一回ちょっとあげとくか。もう食べへんかな。デザート。スイーツは、スイーツ、まあ、この辺かな。あ、もう疲れんのか。もう無理か。無理かい。無理かーい。おとれでも食っとくか、もう。場所げ。ほらよ。ブラスターあれ、ブラスター。ブラスターされて、ブラスター。来た。こう、友達来いよ。友達来い。友達がでかいで、これ。友達来い、友達来い、友達来い。よしよし、まあ、最低限ね。オッケーオッケーオッケー。よっしゃ、結構いった、結構いった、結構いった。もう一丁行きたいとこですね。こっちの興味津々だ。でも倒してまいそうやな、これ。ちょっと弱めるか、力を。ちょっと力弱めます。よし、力弱めてね。オッケーオッケー。いけい！ファンチャム！まあ、とりあえずちょっとね。お、なにこれ。お、すげえ範囲やな。ヒルドハートのエース。かっこいいな。バニー？おー、いいねー。よし、溜まってく溜まってく溜まってくで。
おお、オート回復ええな。めっちゃ回復してきようもんな、プラチナボディが。オート回復強えな、やっぱ。自動回復いいですね。ふえー。悪剣。オッケーオッケーオッケー。おー、やば。こいつめっちゃスピード速いな、バニー。トマチャップしろって、トマチャップ。もうすぐもうすぐもうすぐ。来た、ブラスター。ここでちょっとね、さらに友達ゲージ上げておきたいところですよね。頼むぞ。ハルチー。あーもう行ったるんだな。もうしゃあない。もう待つめんどくさい。どうせな、友達ならへんときならへんねん。死ね死ね死ね。よっしゃー、オッケー決まったー。もうならんときならんからな、これ。なるときはなる。こういうもんですよ。頼むぞ。あーもうバニーミー、なんか違うわね。光るものあったんだけど、私の勘違いだったかしら。勘違いされてもたー。でん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 、何やねんこの音楽。そう勘違いでした、すいません。なかなかですね、やっぱこの妖怪ヒーロー仲間なりにくいわ。スカイシャリマンといいこいつといいな、ほんまなかなかやからな。もうこういう時はもうこのクリーナー、まあ、途中までしか毎回掃除せんな、ほんま。ちょぼいのくれるな、ゴミばっかやからな、こいつ持って帰ってくるの、ほんま。せめてもうちょっとマシなのよこすよな。はい、じゃあとりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。